カラザ管弦楽団を指揮するグイード・カンテリ。このわずか一週間後に死を迎えることになるグイード・カンテリはイタリアの指揮者。36歳でフランスで飛行機事故により不慮の死を遂げた。短い一生の間にヨーロッパの多くの有名な歌劇場ばかりでなくアメリカ合衆国や南アフリカ共和国でも活動した。 ミラノ近郊の町のバーラのイタリア軍軍学隊長の息子として生まれる。はじめはピアノを習い、14歳の時には早くも天才少年ピアニストとしてデビューしている。その後、ミラノ音楽院に進学し、指揮と作曲を学んだ。23歳で地元のバラの歌劇場の芸術監督に任命されるなど、早くも将来を職望されていた。しかし、就任直後に、 イタリア軍により強制的に召集される。当時のイタリアは降伏間際の混乱の最中にあり、ムッソリーニが7月25日に失脚すると土作くさに紛れて侵入してきたナチスドイツ軍にレジスタンスなどとして対決する兵士、逆にムッソリーニ側のサロ共和国に身を投じる兵士、兵器を捨ててさっさと帰郷する兵士が続出した。カンテッリが所属した部隊は、 サロ共和国とドイツ軍に味方することになったが、党のカンテルリがこれに反発。ドイツ軍に逮捕され、ドイツ各地の収容所を点々と移動させられた。しかし、移動途中に病気にかかり、ボルツァーノの病院に収容された後脱走に成功。ミラノでレジスタンス運動活動に身を投じることになった。しかし、サロ共和国派の団体に逮捕され処刑されかかったが、 収容所で集団脱走が発生。カンテッリを含む二人だけが脱走に成功した。ほどなくしてイタリアは無条件降伏。カンテッリも晴れて自由を謳歌できることとなった。レジスタンス運動に身を置いていた時も偽名を使いつつ音楽活動を続けていた。戦後の1945年1月、スカラザ・オーケストラを初めて指揮し、それをはじめとして、 イタリア各地のオーケストラを次々と指揮するようになる。イタリア人の若手指揮者としては、年上であるカルロマリア・ジュリーニラを差し置いて、指揮会の当時の長老アルトゥーロ・トスカニーニの後継者と目されており、トスカニーニ自身も観点リの演奏とレジスタンス、参加時のエピソードに感銘を受け、大きな期待を寄せていた。1948年に、両者は初めてスカラザで顔を合わせ、 トスカニーニの招きで1949年1月15日に NBC 公共楽団を指揮しアメリカデビューを飾った。1950年にカンテ・リが NBC 公共楽団に客演した際、トスカニーニはカンテ・リ・プジン・イリスに当てて次のように書き送っている。グイード君の大成功についてあなたに報告できることを心から嬉しく思っています。 彼を私のオーケストラに紹介してよかった。楽団員たちも私と同じように彼のことが好きになりました。私は長い経歴の中でこれほど才能のある若者に出会ったことがありません。彼はきっと成功します。この先と。一その1950年9月には AHMV 最初の LP レコードの演奏家として選ばれ、 チャイコフスキーの公共曲第5番をレコーディングした。この頃から NBC 公共楽団の他にアメリカではニューヨークフィルハーモニックやボストン公共楽団、イギリスではフィルハーモニア還元楽団に頻繁に客演するようになった。1953年と1954年にはザルツブルク音楽祭でウィーンフィルハーモニー還元楽団を指揮。 モーツァルトの生誕200年にあたる1956年には、コジュファン・トゥッテの上演で演出も担当し、オペラ指揮者としての名声も高くなった。1956年11月16日、病気療養で実質引退していた、ビクトル・デ・サバタの公認として、スカラザの音楽監督に指名された。翌11月17日に、スカラザで、 ブラームスの公共局第一番などを指揮したコンサートが生涯最後のコンサートとなった。一週間後の11月24日、パリのオルリー空港からニューヨークフィルに客演するカンテッリも乗ったニューヨーク行きの航空機が離陸に失敗、空港外れの畑に墜落してしまう。この墜落事故での生存者は二人であったが、収容所脱走の時と違い、この時のカンテッリは、 奇跡の二人の中に入ることはできなかった。カンテ・リーが悲劇的な事故死を遂げた時、死の床にあったトスカニーニには、カンテ・リーの不法が知らされなかった。トスカニーニは1957年1月16日、カンテ・リーの後を追うようにして亡くなった。1950年代前半のある時期、カンテ・リーと同世代の指揮者として目覚ましい躍進を遂げていたのが、2歳年上に、 当たるアメリカのレナード・バーンスタインだった。バーンスタインは、カンテ・リが指揮するはずだったコンサートで大役を務めている。トスカニーニは生前、カンテ・リの指揮ぶりを表して、彼は私の若い頃に似ていると述べているが、だからといって、カンテ・リの演奏スタイルのすべてが、トスカニーニのそれに直接リンクするわけではない。また、指揮姿を映した映像も、ほとんど残されていない。 とはいえ、残された録音や演奏表を総合すると、録音会場やオーケストラ学院の腕の違いもあるだろうが、トスカニーニ以上に細部とバランスを重視し、内なる声をより響かせる演奏であったと言われている。アクセントの付け方なども、トスカニーニより、明瞭だったとも言われる。インテンポ気味に指揮をするところは、トスカニーニの発言を、多少は裏付けていると言えるが、 そうじてはトスカニーニより現代的な指揮をしていたとも言える。なお、トスカニーニといえば、例の大爆発も有名であるが、カンテッリを知る人々の証言によれば、実はカンテッリにも似たところがあったという。しかしながら、トスカニーニよりかは抑えが効いていたとも言われている。ある演奏会のリハーサルで一人の学員がチューイングガムを食べながら参加しているのを見て泣き崩れた。 というエピソードもある。これがトスカニーニならば、この学院の運命は神のみぞ知るといったところであっただろう。カンテッリは少量ながらも価値の高い録音を残した。とりわけ、ベートーベンの公共曲第7番、ブラームスの公共曲第1番、第3番、フランクの公共曲に誕調、ムソルグスキーの展覧会の絵、ラベルの商品やロッシーニの序曲が有名である。 1956年にスカラザにおけるモーツァルトのコジュファン・トゥッテの上演も録音が残されている。近年、放送録音から NBC 協やニューヨークフィルなどの数多くの音源が出回るようになった。スカラザ主催でかつて開催されていたカンテッリの名を冠した指揮者コンクールであり、主な優勝者にはエリア・フインバル、ディッカルド、ムーティ、井上道義、 ユベールスダンラがいる。ミラノスカラザ。ありがとうございます。